オイルマッサージに入るといつもすごく疲れちゃって、実は施術って力抜くんですよ、上半身は、うん、こうやってこうやって落としてるんですね。こうやってこうやって落とすというか。今ちょっと整体はずっと10年前からやってたんですけど、オイルマッサージをしっかり一から学び直したくて、POA にこう入ってるんですけど、整体が垂直圧な圧じゃないですか、うん、そうですね、真下にかける圧ですよね、うん、でオイルマッサージに入るといつもすごく疲れちゃって、肩に力が入りすぎるというか、はい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 、オイルマッサージだけど深いところまでやっぱりこう圧を入れたいっていう思いで肩に力が入っちゃうんで、はいはいはい、入れる方向といいますか、そういうのを詳しく聞きたい。あ、OK です。これやっぱ力入っちゃってると疲れるんですよ、うん、で実は施術って力抜くんですよ、上半身は、うん、ちょっと分かりやすくやると、力入ってる状態って、うん、空中で自分の体を固定して止めてるんですよ、ぐっと。でそこからこの押す力のみでやっちゃってたりするんですよ、うん、じゃなくて、もう上半身を相手にもう何ていうのかな、相手がいなかったらもう倒れちゃうぐらい相手にグッと預けちゃうんですよ。上半身の脱力ってものすごく大事で、上半身脱力して相手に乗っかかる。でそうすると真下の圧がずっとくるんですよ。で下半身でL 字の立ち方、立ち方で言うと動画多分見たら出てくると思うんですけど、この L 字にして、この後ろの足で地面を、なんていうのかな、こう蹴るんですよ。地面を蹴る。そうすると、こっちへの推進力が生まれるので、上半身は脱力して、相手に体重を預けてる状態。だから力を入れるっていうより、預けるっていうのが、多分一番近い表現になると思うんですけど、もう上半身はダランって預けちゃって、下半身の力で前に進むから、斜めに入るんですよ、圧が。この下の圧とこっちの圧が入ると斜めにこう、これね、ベクトルの力のなんかその作用であるんですけど、そうすると深めに入るので、上半身が力んだらかなり疲れるので、で、その時にちょっと姿勢を意識してもらいたいんですよ。姿勢が悪くなってきてこうなっていると、おそらく腕でやってるんですよ。なぜなら腕曲がってる時点で体重乗せてないから、これ腕曲げてる状態で体重って乗らないんですよ。乗せようと思っても乗ってないんですよ。肘曲がってる人って 100% 腕で押してるんですよ。ちょっと一回ね、やってみると分かると思うんですけど、肘曲げながら体重乗せようと思うと、これね、体重乗ってないんですよね。だって、肘がクッションになって、グッと曲がっちゃうから。だから、上半身を起こすと、胸を張るって僕は言ってるんですけど、体の使い方の田口先生がね、胸骨を上げろって言ってたんですけど、僕は胸を張ったり、視線を上げろって言うんですけど、それ、まあ同じことなんですよ。ここを開くと、こうするだけで腕って自然と伸びるんですよ。で、肘がちゃんと伸びてくる。で、肘曲がってる人って脇開いてるんですよね。脇開いてると基本的には体重って乗らないんですよ。わかりやすく言うと、ちょっとね、こうやってこうやって落としてみてください。こうやってこうやって落とすというか。そうすると今、胸に腕が乗った状態になると思うんですよ。胸に腕が乗るというか、胴体に腕がくっついた状態。これで胴体の脱力して体重乗せると、腕からこの体重がもう今乗ってるんで、そのままグッて力伝わるんですけど、開いたままやっても胴体だけ落ちちゃって腕ってのついてこないんですよ。だから一回脇締めるというか、フルラージで言うと左足でやると、外側の手が脇締まってないと体重乗らないんですよ。この要は胸についてないと胴体の体重を腕にグーって乗せらんないから。ここがね、くっついて一つになってないとダメです。これ一つになってないんです、うん。これ、それこそね、拓司先生が言ってて、僕もこれはずっと言ってたんですけど、拓司先生はね、鎖になるのか槍になるのかって言ってて、おぉ、すげえいい表現だと思ったんですけど、これって鎖状態なんですよ。要は、じゃら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 分離しちゃってるんですよ、もうここで。だから、体重を預けようと思っても、もう鎖だから、シャンってしなっちゃってもう無理なんですよね。で、まあ一番おかしいのはこれやると。これやったら胴体と手って連動してくるから、もう腕と手がもう一緒の動きするんですよね。そうすると一つの槍みたいになって、確かに体重がドンって
入るはずなので、まあ、ちょっとね、脇を締めるっていうのを練習していくと、体ごといけるっていうか、体の体重がうまく手に伝わってお客様に伝わるっていうのができるので、外側の手の下に、なんか、タオルかなんかこうやって入れておくといいですよ。脇開いたら落ちるから。最初はちょっと脇を絞る練習していくとすごくいいので、それ、ぜひやってみてください。そうするとね、力が伝わりやすくなるので、ちょっとね、最初はね、不自然になります。ちょっとこっち絞りすぎちゃう癖があると、ちょっと硬くなりやすいんですけど、多少肘のクッション使ってね、サスペンションのように肘のクッションは使うんですけど、こうなってるとまずいんで。で、これやるときにすごいおすすめなのが、自分で取っとくのがいいです。一番。姿勢がわかるんで、これね、練習で一番いいのは自分の姿勢を取っとくことなんですよ。そうすると、あ、脇開いてるなとか、あ、すごい手元ばっかり見て頭落ちてるなとか。そうすると、体がベコンって頭、手元を見ようとするんで、こうなってくるんで、そうすると、頭ってやっぱすごいボーリングの球ぐらい重いんですよ。それを首とか腰とか背中で支えようとするんですよ。頭がこう曲がっちゃってるんで、重力としては真下にこうかかってるんですよ。こう食らうんですよ。でもそれを自分の首の力とか背中の力でこうクッと止めちゃってるんで、やっぱ疲れちゃうんですよ。だから胸を張るとこうなるんですよ。背骨で支えれるようになって、それで施術をグッてやって体重をグンって乗せていくと、すごく体重が乗るので、ぜひ。手がすごい開いたというか、腕をこうまっすぐしてない状態で姿勢よくやってて、ああなるほど。骨がなんか本当はこう曲がっとかなきゃいけない方向と反対の方になんかずれちゃったんです。はい。腕は開いてるのに背中を反らせすぎて。なるほど。こうなっちゃう。腕の歪みがおかしくなっちゃって。ああ、なるほど。それは。締めることを意識してみます。そうですね。そうすると、胴体と手が連動、腕が連動してくるので、力が伝わるってことです。どうやってこう、今の力を、腕を返して、結局手から伝われるんですけど、それって結局、肘だとか、腕だとか、肩とかから、力って伝わってくるので、そこがあのふにゃふにゃの、まあ、それこそ拓司さんの言葉借りるなら、鎖の状態になっているときって力って伝わらないので、一本の槍にする、そのためには絞って固めてでやるとすごくいいので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。